で手を打ちましょう。ね、ブラックって大事だね。帝国だったら団子だったわけだ。そしても結構わらわら揺れてきた。さっきの登場ですよね。奇襲部隊の俺の攻撃をかわせるか。敵将討ち取ったり。どうやとかい。いざ参る。これストップできないのが本当不便だな。できるようにしてほしかったら、隠されるんですよ。で、だいたい、キャラクター片付いたかなっていうか。攻め時と見た。進め。オラたちの国から出ていけ、寄せ者。打ち取ったり。龍将殿、くだられよ。痛い目に遭いたいか。大使として刃を交えに下ることはできる。その強敵と会えたわ。敵将討ち取ったり。大体片付いたか。
しめ上司こっからが本番だぜ。何増えてきましたね。攻めの手を緩めるな。じいちゃん燃えてますね。燃えるおじいちゃん。死の番じゃ。じゃあ、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 血を失うか。後世の鹿は私を笑うであろうな。すまない龍将殿、しかし私はもう理想に迷ってはおれんのだ。官室復興、この職の地より始めさせていただく。龍将を倒し、職の地は得た。だが、私の気の迷いのせいで、宝刀を失ってしまった。彼の血は、あまりにも大きい。もはや迷いはせぬ。宝刀をはじめ、これまでの戦で散っていった者のために、職を地盤として民の天下を目指す。
新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、幼年神道と称された人物のようじゃな。護衛いらないです。はい、というわけで、今回とりあえず、今回一曲ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。